緊急事態宣言を19都道府県で30日まで延長する案。政府が分科会に提示政府は9日、新型コロナウイルス対策として20位都道府県に発令中の緊急事態宣言について、東京など19都道府県で30日まで延長する案を専門家で作る基本的対処方針分科会に示した。宮城、岡山の2県は期限の12日で解除し、宣言に準じた。 万円防止等重点措置に移行させる宣言を延長するのは、北海道、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、広島、福岡、沖縄の19都道府県となる重点措置については、適用中の12県のうち、福島、石川、 香川、熊本、宮崎、鹿児島の6県で延長する。宮城、岡山を含む8県の新たな期限は30日となる。富山、山梨、愛媛、高知、佐賀、長崎の6県は、期限の12日で重点措置を解除する。